1位本郷奏太。本郷奏太さんは芸能界でもトップクラスの潔癖症と言われています。テレビ番組などで紹介される本郷奏太さんの潔癖っぷりは出演者そして視聴者からも驚きの声が聞かれています。潔癖症になったきっかけについて本郷奏太さんは、子供の頃から仕事をしていて大人の汚い部分を見て育ったからと語っていました。本郷奏太さんは日頃から何があっても対応できるように除菌シートなどの除菌グッズを持ち歩いていました。あるインタビューでは現在は持ち歩いていないと答えたものの、マネージャーさんがウェットティッシュを持ち歩いているのでとのことから、自分で持たなくなっただけでスタンスは変わっていないとのことでした。また帰宅したら持ち物を除菌シートで拭いているのだそうですよ。本郷奏太さんの自宅に友人が遊びに来た時には、まず友人を来客用の服に着替えさせます。ただこれは仲の良い友人のみで、そこまで親しくない友人に対しては着替えてというのが難しいため、友人が帰ったら掃除すると話していました。友人である神木隆之介さんは、本郷奏太さんの部屋の中で飲み物をこぼしたりすると出勤になってしまうと明かしています。2位河合俊一。日本バレーボール協会会長の河合俊一氏だが、27日に放送された日本テレビ系ダウンタウン DX に出演。この日は綺麗好き芸能人異常すぎる生態 SP がテーマで、自身の知られざる潔癖症について告白した。河合はトイレについて、外だと我慢しますけど家の中だったら自分出せるじゃないですかと切り出し、自分のトイレに誰かがするのが許せないときっぱり、妻でも別々とアピールした。さらにシャワーも浴びて、赤とか飛ぶでしょ、女房の赤が飛んでると少し気になると続け、妻とシャワー、トイレを別々にしていることを明かした。歯磨き粉も絶対ダメとキシャリ。歯磨き粉は歯磨き粉をつけるときにちょっとだけブラシが当たるでしょ、ブラシって口の中に入れるでしょ、口の中は菌だらけって知ってるでしょ、洗ってもちょっと菌がついているんですよ、そこにつけたのが一日培養されて俺が使わなければいけないと身振り手振りしながら力説した。3位尾上松也。歌舞伎俳優の尾上松也が6月13日バラエティ番組桜井有吉座夜会に尾上右近と共にゲスト出演。自身が潔癖症であるエピソードを披露したのだが、気を見て森を見ずなエピソードだったため、視聴者からすごい矛盾とツッコミの声が多く上がっている。今回番組では親友同士の密告 SP と題して、尾上松也&右近のほか、女芸人の友近とゆりやんレトリバーらが出演し番組を盛り上げた。右近は自らがマザコンだというエピソードを披露。歴代の彼女は全員お母さんに紹介したことや、毎朝ハグをするなど衝撃のマザコンぶりにスタジオも驚きに包まれる。しかしさらに大きな衝撃を与えたのは松也の潔癖症エピソードだ。松也のプライベートを知るゲストとして登場したのは、なんと実の妹。兄が幼少期にしていた理解しがたい異常行動を暴露した。尾上は昔から一度トイレに入ると1時間は出てこないそう。しかも1階のトイレでトイレットペーパーを大量に使用するため、トイレを詰まらせることもしょっちゅうだったという。この暴露を松也は肯定。松也曰く、トイレットペーパーは3回で使い切っちゃうと予想を超える消費量を明らかにし、その理由として大腸菌が大嫌いで大腸菌に触れたくないからだと説明。スタジオも驚きで盛り上がったのだった。4位田村淳。お笑いタレントだけでなく、バンドボーカル、作家、経営者など
様々な分野で才能を発揮するロンドンブーツ1号2号の田村淳さん。昨年、HSP であることを自身の SNS で公表し、驚きとともに勇気を与えてくれた。5人に1人はいると言われる HSP。相手に気を使いすぎて仕事や飲み会の誘いを断れなかったり、細かいところが気になりすぎて仕事に時間がかかったりと、仕事や人間関係に疲れや悩みを感じている人は多い。いつもアクティブで付き合い上手に見えるじゅんさんは、一見 HSP とは無縁に思えるが、細やかな気遣いや感性の豊かさはまさに HSP の気質。自身が HSP だと知ってからどのような変化があったのだろうか。気がつきすぎる気質との向き合い方、細やかな部分の活かし方など、繊細さを常に前向きに捉えようとするじゅんさんから受け取ることは多い。毎日生きづらさを感じている人たちに、繊細さを楽しもうと心強く投げかけてくれる。HSP 専門カウンセラーの武田由紀さんとの対談で HSP であることを知って、自分が何者なのか分かったし、自分に対する理解が深まって楽になりました。それまで不可解なことが多かったんですよ。人が握ったおにぎりを食べられないとか、自分だけが気になるようなことが多くて、潔癖症だと思っていたんですけど、平気で外に座れるから潔癖症ではないし。5位、今田耕司が25日放送の人生最高レストランに出演。後輩芸人から行き過ぎた潔癖について暴露される一幕があった。それはバケモン先生という芸人からの暴露。それによるとコロナの流行が始まった頃、今田は誰よりも早くエレベーターのボタンを押す。専用の棒を首から下げ始めたという。さらには今年の正月に行った宮古島旅行で今田は彼に、靴が汚れへん、ビーチ探しといて、と指示。バケモン先生は、兄さん、さすがにないっす、と嘆いていた。嘘のような話だが、それらはすべて本当の話だったよ。宮古島旅行に関しても今田は、海には入られへんけど、ビーチに行きたいな。靴、汚れへんところがええな、と言ったらしい、と笑っていた。6位、岡田将生。俳優岡田将生が19日放送の日本テレビ系、火曜サプライズに志尊淳とゲスト出演し、潔癖症の噂に反論した。志尊が岡田の家に遊びに行ったことを明かすと、レギュラー出演のウエンツ瑛士は、それは相当よ。俺なんか全然入れてくれないから、と。岡田との距離感の近さを羨ましがった。ウエンツを家に呼ばない理由について、岡田は、ウエンツさんと俺の家で飲みますって言ったら、俺の妄想の中で、ウエンツさんはふざけてる。そうなると、家がどうなるかわからない、と。家を荒らされることを警戒していることを明かした。ウエンツから、それを言うと潔癖症っぽくなると。突っ込まれると、岡田は、本当に風評被害で、そんなに綺麗好きじゃないです、と断言した。最近では、岡田潔癖症、という噂が一人歩きしているという。友達の家に行くときとか、友達の実家に遊びに行くときとか、お母さんとかご結婚されている奥さんとかに、岡田くんが来るんだったら、綺麗にしておかないと本当にまずいんだけど、なんで早く言っておかなかったのって。岡田は、全然気にしないでください。そういうの全くないんですよ、と答えているというものの、友人の家に行きづらくなってきて、と。気を使われるあまり誘いに尻込みしてしまっていることを打ち明けた。7位、二階堂隆。自宅は毎日掃除機をかけ、友人が来た際には家に入る前に、お風呂に入ることを強要、自分が友人の家に行く際は靴下を持参するなど、二階堂の潔癖な日常にスタジオが驚きの声を上げる中、中井は、この前俺とひろみちゃんと旅行行ったじゃん？あん時夜どうしてたの？とさらっと質問。
二階堂が、まあ寝ましたけど、睡眠はバッチリと取れました、と答えると、大丈夫じゃん、とツッコミが入った。8位坂上忍。坂上忍の潔癖症は、今や有名な話。そのエピソードが激ヤバで、一度使ったタオルは即洗濯。トイレは4、5時間かけて掃除する。自宅に招いた劇団員を新聞紙の上に座らせたなどがあります。TBS 系の家庭炎上バラエティお嫁ちゃんお姑ちゃんで、ある女性が潔癖症である夫に苦しめられる再現 VTR を見て、出演者が悲鳴を上げた時に潔癖症の部役を演じた坂上忍が気持ちはわかるとコメント。通常のレベルとはるかに超えた坂上忍の潔癖症ぶりには、共演者もドン引きしていたようです。9位ダイヤモンドユカイ。ダイヤモンドユカイさんは超潔癖で知られています。ユカイさんは話している相手の顔に溜まっている菌が見えるそうで、汚い人が自宅に来たら洋服や靴下にファブリーズを吹きかけます。さらに、その人が座っていたソファーも気になるため、ファブリーズで除菌後に拭き掃除します。10位佐藤博道。22日、佐藤博道が異常な潔癖症のせいで、家族を困らせている様子が放送された。湿気が嫌いな佐藤は、洗面所に専用のハンドタオルを20枚常備しているという、潔癖生活は家族にも影響を与えており、妻や息子はうんざりした様子だった。